に分類される鳥類の一種である。ヨーロッパ東部から西シベリアにかけての地域と北アメリカ中部で繁殖し、冬季はアフリカ中央。アメリカ南部から南アメリカ北部に渡りを行い越冬する。日本では稀な旅鳥として本州四国、南西諸島で記録がある。ほとんどの記録が7月から10月にかけてのものである。全長約24センチメートル。 夏は,は頭部から腹にかけてが黒い。背と肩羽は海黒色、腰と尾は灰色で、下尾筒は白色である。冬はでは後頭部が黒褐色のブッチがあるたは頭部から腹にかけてが白くなり、体うわつらは灰色である。子有同色である。海岸や干潟、河川、内陸の湖沼に生息する。 繁殖期は主に淡水域に生息するが、非繁殖期は海水域やその近辺にいることが多い。主な生態は、ハジロクロハラアジサシと似ている。植生は動物食。小魚や昆虫類を捕食する。繁殖形態は卵性。湿原や故障の浅瀬に水草やアシなどを積み上げて、いわゆる浮きスを作る。地面に枯れ草などを敷いて映像することもある。 一腹2から4個の卵を産み、放卵期間は14から16日である。放卵は私有共同で行う。鳴き声はキーキー、キューキューなど。左がハジロ,クロハラージサシ、右下がクロハラージサシ、右上ハシグロクロハラージサシ。ありがとうございます。